ライリンゲンは、ドイツビュルテンベルク州ラインネッカー群に属す、マチソン。ライリンゲンは、オーバーライン地候体内の、ホッケンハイムから3キロメートル、バルドルフから6キロメートルの距離にあたり、シュベツンガーハルトとルスハイマーハルトの間にあたる。ライリンゲン及びその周辺地区からの出土品は、ここが大変に古い入植地であることを示している。 1978年にこの町の砂利採掘港で発見された頭蓋骨片は30万年前のものであると判定された。この町は1286年に B 社ライトリングとして初めて文献に記録されている。近くのベルザウ城は1236年に初めてその名が記されている。ライリンゲントホッケンハイムはこの城の所領となった。 1286年に、旧中白ルートビヒ二世が、この城と両村を、シュパイアー市教本部から担保として獲得した。ただし、公式にはこれ以後もシュパイアー市教領とされている。その後、マインツ市教領フェーデにより、最終的に、プファルツ選定校領となった。19世紀初めに選定校領が廃止され、ライリンゲンは、バーデン領となった。ライリンゲンは、もともと、 ホッケンハイム教区に属した。1446年に村は新しい礼拝堂を建設した。この礼拝堂は1498年に教区教会に昇格した。プファルツの教区であった。この村は選定工領内の宗教改革の影響を受け、たびたび信仰宗派の変更がなされている。カトリック教会は、プファルツの教会分割により改革派教会に、 改められた。1788年、カトリック教会は独自の教会堂を建設することを許された。現在のカトリックの教会堂は、1901年から1905年に、ネオゴシック様式で建設されたものである。また、現在のプロテスタントの教会堂は、1819年から1820年に、後期古典主義様式により建てられたものである。 大林元の議会は18議席。5年ごとに選挙が行われる。主長は住民の直接選挙で選出される。主長の任期は8年である。第二次世界大戦後の主長を列記する。ズ柄ガラ、青地に銀のウサギの頭部。右上に8つの突起がある銀の星が3つ描かれている。この紋章は1719年の印象に由来する。 この紋章は1901年にジェンダランデザー,アーカイブによってデザインされたもので、町はこれを採用した。ウサギの頭部の意味については明らかでない。旗は青から白である。ライリンゲンのカトリック教会1986年からライリンゲンで最も見事で最も古い木組建築に地方の主工業と産業に関する郷土博物館が置かれた。 北部バーデン郷土食保存作業共同体による1990年の模範的な郷土博物館コンテストでこの町は奨励賞を授与された。バイデン20モルゲン、ワイラッカー、ホフェルドといった農場を通るライリンゲンのアスパラガスとタバコの学習路が1993年春に設けられた。この学習路ではライリンゲンのタバコ栽培や特に アスパラガス栽培について生き生きとした深い理解を得ることができる。アスパラガスとタバコの学習路は、ライリンゲン墓地近くの公園広場から始まり、わかりやすい案内板が設けられている。アスパラガス栽培に関する5枚の木製案内板が設置され、農業に関する正確な案内が書かれている。それぞれのアスパラガス畑には、歴史、アスパラガスの種類、 収穫に関する情報が盛り込まれている。環状の学習路にはこの他に2枚のタバコ案内板があり、数世紀に及ぶライリンゲンにおけるタバコ栽培が明瞭に説明されている。ハイデルベルガーベーグの森林再広場はライリンゲンの住民や多くの訪問客から同じように愛されている。1983年から大人にも子供にも解放されている。パーゴラ。 地線施設、子供広場などが人気の施設である。ハウプとしたら、瀬十二番に二棟の切り妻づりの建物からなるフランケン風農場施設がある。この建物の間には1810年建造の木組建築の門がある。よく保存されたこの農場施設は、1800年頃のこの地方の典型的な大規模農場施設のあり方を示す証拠となっている。 1989年に砂利採掘が閉鎖された後、ライリンガー湖の周りに自然学習路が建設された。周回路沿いには湖に生息している動物や植物のエコシステムに関する案内板が設置されており、雇用客にこの領域の重要性と保護の価値を知らせている。多くの前史時代の湿度コッペンをきっかけに、前史時代を扱った案内板も設けられた。 さらに、ライリンガー湖は特別な重要性を持っている。1978年に砂利採掘により、ライリンガー人の頭蓋骨片が発見されたのである。この骨片は、ホモエレクトス後期の25万年前から30万年前に当たる。ライリンゲンは伝統的に農業で生計を立てていた。ライン渓谷の砂地の土地は古典的な作物に適していたが、 その作付けは徐々に減っていき、より儲かる作物に切り替えられていった。17世紀にユグノー派の人々がタバコをプファルツ選定工業に持ち込んだ。ライリンゲンは現在でもバーデン北部で最大のタバコ栽培地域である。19世紀の終わり頃にアスパラガスの栽培が始まった。その後ライリンゲンはアスパラガスの町として地域を超えて知られるに至った。 アスパラガス栽培も現在では、専業農家は少なく、副業で行っている農家が多い。直販の販路は重要な役割を担っている。一連の有料な工業、主工業あるいはサービス業の中小企業がこの町に拠点を構えている。ライリンゲンはラインネッカーバス交通の路線沿いに位置している。バスで30分、10キロメートルほどでシュパイヤーに1時間、 2 0トルほどでハイデルベルクに至る。約700ヘクタールの森の中には多くのサイクリングロード、乗馬路、遊歩道が整備されている。ありがとうございます。